サルベマリア中西里奈です。今回新しい企画として神父さんたち、シスターたちになんで神父になろうと思ったのか、なんでシスターになろうと思ったのかを聞いていきたいと思います。イエーイ。一人一人は本当にユニークなストーリーがあるので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。バレ。サルベマリア中西里奈です。今日は名古屋教区の野池教会に来ています。では平田神父さんに来てもらいます。こんにちは。こんにちは。お願いします。今回は名古屋教区の平田神父さんに質問をしていきたいと思います。では平田神父さん、少し簡単な自己紹介お願いします。はい、名古屋教区司祭の平田豊彦神父です。名古屋教区には、55年前に長崎の方から昇進学校に入るために、親戚の いとこたちとか、そして、同じ長崎の出身の学生と一緒に、子供と一緒に、名古屋にやってきました。で、私の洗礼の教会は浦上教会です。ですから子供の頃は浦上の教会に、子供の足で30分ぐらいかかって、通ってました。で、しばらくしたら、アメリカからやってきたアグシスの会の教会、白山教会が設立されたので、その頃を子供の頃にはそこに主に通って、そこには歩いて5分のところにありましたので、非常に教会とは馴染みのある生活を送っていました。じゃあ神父さんはなぜ神父になろうと思ったの？どういうきっかけで？まあパウロのようなきっかけがあったわけではないんだけど親類に、司祭修道者が結構、いた関係もあって、当時、名古屋教区に長崎から、司教として赴任された松岡司教様、が、九州地区からのこの昇進学生を募集するということをされたようです。で、私のおじさんで司祭だったの平田神父が名古屋教区の司祭でありましたので、私の家に連絡を取って、親類に連絡を取って、適齢期の私たちが声をかけられたということですね。じゃあなぜ教区司祭になろうと思ったの？他のなんか会とかっていうより、正直なところ司祭は修道会、修道司祭とか教区司祭とかいう区別はあまりなかった、知らなかったというのが、実情ですね。ただ、司祭に、なるための勉強に行くという、そういうモチベーションは明確にその当時13歳の子供の自分にあったかどうかというのは定かではないですね。で、名古屋に来てから、中学校高校と昇進学校で生活する中で、まあ、徐々にそういう、司祭職への歩み道というのがね、少し具体的に、なってきたのではないかなというふうに思います。じゃあその昇進学校って今確か中学校でまだそういうのないですよね。今名古屋教区はないです。その時はどういう感じだったんですか？まあ、私が昇進学校に来た時には今いる布家教会の前にある今教区本部になってますけど、それがヨハネ昇進学校と、聖ヨハネ昇進学校という宿舎でした。でそこに、中学1年生から高校3年生まで、15、6名の新学生が共同生活をしていました。ですが結構賑やかに楽しく生活ができましたよ。
じゃあ今は布行き協会で主任ということで、主にどのようなことをしているんですか？そうですね、布行き協会はこれで2度目の赴任になりましたので、非常に、懐かしく今の活動ができるようになっています。で、今度の2度目のこの赴任で、主任になったわけですけれども、一つは大きな現象の変化は、布行き協会の敷地の中に結婚式場があるので、結婚式場の影響を受けなく教会活動ができるようになったというのは非常に大きな、最近の特徴ですね。そして、日曜学校とかいうのがありますけれども、悩みの種はその上の世代をどう育てていくかというのが非常に今頭を悩ませているところです。まあ、中学生、高校生、大学生と、まあ、中学生、高校生は、中学校、学校生活で忙しくなって、教会活動が、まあ、おろそかになりがちになりますね。で、大学生は、地域柄、関東に、大学進学をして離れることが多いので、非常に、ただ下薄い人材がますます少なくなっているという、そういう中でも何人かは手伝ってくれるので、非常に彼のそういう手はありがたいなというふうに思いますね。で、教区司祭ってことで、その教区のなんか魅力っていうか、こういうとこがいいよとか、なんかこれになってよかったとか、なんかありますか？そもそも教区司祭は教会の一職の中で、まあ、非常にオールラウンダーのような、仕事をのなんですね。修道会司祭は非常にスペシャリストの集団ですから、その一般の社会でいうとプロジェクトチームの活動を修道会司祭は、照明のそういう修道会のなんていうか、活動のモチベーションを持っていますので、それに徹する教育とか医療とか、福祉とか、そういうのに特化した活動をするのが得意なのが修道会、そういうスペシャリスト集団と言っても、いいのではないか。それに対して、教区司祭は、赤ちゃんからお年寄りまで、病人から、その健康な人まで、男女を問わず国籍を問わず相手にするというので、非常に、交わりのそういう能力が非常にないと、その一職を従前に果たしていくというのは非常に難しくなるというのはありますね。こちらの方から選べないから、でそういうので、それを例えば修道会、のカリスマの方に専門的に相談に、行くとか、紹介をするとかですね、学校問題で、悩んでる信徒にはそういう修道会の専門家の方に、相談に行かれたらどうでしょうかというアドバイスをしたり、福祉とか、ね、そういう意味では教区司祭は非常に、いろんな人に出会えるという意味では、ありが、やりがいがあるんじゃないかなというふうに思いますね。結構広いみたいな。そう、うん、じゃあ最後に皆さんに一言と、あと祝福をお願いします。そうね、まあ、皆さんにはぜひ、それぞれの人職を考える中で、人の人職のために祈るのは、いいことなんですけど、まずは自分の人職が何なのかということで、
中には、この結婚を通しての人職、そして、結婚ではないけども自分の生涯を捧げた人職としての司祭職を考えて、もらえるといいのではないかなというふうに思います。ですからぜひ、狂気司祭を目指す人たちが、それぞれの人生をの一職として、考えて、そういう生き方を目指したいなというふうに思ってくれる人が一人でも増えることを祈りたいなというふうに思います。最後にじゃあ、私たちの一職の上に神様の豊かな導きありますように。主は皆さんと共に、また司祭と共に、全能の神父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。ではありがとうございます。はい、どうも。ではバイバイ。サルベ、今日は名古屋教区の幼き聖マリア修道院に来ています。サルベマリア中西里奈です。今日は幼き聖マリア修道会のシスターに来てくださっています。ありがとうございます。では少し自己紹介お願いします。はい、幼き聖マリア修道会のシスターフランチェスカです。よろしくお願いします。今日はシスターにちょっとなんでシスターになったのかとか、そういう質問を聞いていきたいと思います。では、はい、なぜシスターになろうと思ったんですか。まあ実は私イタリアで生まれて、もう幼稚園からここまでシスターたちと触れ合う機会たくさんありましたので、もう小さい時からもう幼稚園からシスターになろうという魅力を感じました。まあ子供の時子供の考えでけど、大きくなってもその考え消えない、逆に心の中に熱くなってイエスに従う魅力をすごく感じました。すごいですね。じゃあなんでこの修道会に入ろうと思ったんですか。まあ、実はこの修道会で幼稚園からここまでいつも同じ修道会、たまたま父の仕事で何回も引っ越ししましたけど、たまたまいつもその町で幼き聖マリアのシスターたちいましたけれども、決める時に一つの基準は、この修道会はあらゆる活動しているですね。ただ教育だけじゃなくて、病気の人の世話したり、インドでその時、まあ、インド特に魅力があって、アフリカでもミッションやっているので、私は本当に宣教師になりたかったから、この修道会というのは、この修道会の特徴は、まあ、借りた神の愛ね、借りたを生きる神の愛みんなに伝えるということでした。じゃあこの修道会に入って何か良かったこととか、やっぱここが好きだとか、何かそういうところありますか。まあ良かったことたくさんありますが、一つの、まあ、どの修道会でもやっぱり共同体で私たちイエスに従っているので、共同体大きな支えになる、一人ぼっちじゃないですね。そしてどこ行っても、私は実はイタリアから日本に来ましたけど、日本に来る前にインドも行きましたし、イギリス行ったりとか、いろんな国行ったらうちのシスターいつもいましたね。どこ行ってもうちにいるという感じでした。じゃあシスターの修道院入って、その毎日どういう過ごし方をしているんですか。まあ日本では私たち、学校で勤めてますので、はい、まあ、毎朝朝早く起きて、まあ、まず共同体でお祈りする、6時から大体ですね、もっと早く起きる人もいますけど、ね、そして、まあ仕事、学校で生徒たちと
接したりしますけど、帰ってからもまたそのお祈りの時間、ありますので、まあだからこの星活動やってる星活動はこの祈りで支えてる、うん、ですね。じゃあシスターによると聞きました。ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さんに何か一言か何かありますか。皆さんまず幸せになってほしい。私はこの道を選んで幸せになりました。女性であること、シスターであること、すごく満足しています。そしてイエスに従うことはすごく一番いい選択だったと思います。皆さんも自分の道を、上手に、ね、選ぶように願っています。そのために祈ります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあバイバイ。